県道58号の守谷高校入り口のところに滝下橋があります。橋の道路幅は狭く、大型車は近く通行禁止になる予定です。滝下橋の下流に清滝香取神社があります。橋を見るにはここから眺めるのが良いでしょう。台地はここまでで、ここから先は水田となっています。明治時代の地図を見ると大きな沼になっています。今は干拓されて菅生町整地となっています。滝下橋の上流は台地を削り取った跡が残り、美しい渓谷となっています。この橋の上流にはその昔、清らかな湧き水から流れる滝があり、その下にあたります。守谷にある秘境感がある素晴らしい橋です。鬼怒川に架かる県道の橋で、赤い鉄骨が印象的な橋です。